はい、どうも、お疲れ様です。クレッポンです。モンスターハンターダブルクロスやっていきたいと思います。今回はね、ちょっとソロでやっていくんですが、まあね、どうしようかなと、いろいろ考えたんですが、まだね、やってない、まあ、ミモニコさん今日おらんけどね、ちょっとね、この、ガララアジャラ一頭の狩猟、こちらの方やっていきたいと思う。ガララアジャラってなんだ？これね、僕行ったことないんですよ。見たことないんですよね。これは、なんか 見たような、モンスターがサードにもいたような気がするんだが、おいらは狩りも踊りも天でダメなんだ。でも妹は違う、一番踊りがうまいんだ。今年の祭りでなんて、まじゃこうじりうるなばっかやな。何なんだ、なんて読むやろ。モンスターハンターのモンスターの名前ある感じにしたら結構難しいよね。難しい。よっしゃ、しびれの間に効く感じなんか。よし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 、やつがこっちを向いてないうちにしびれ生肉を食わしてパクッとやったところを、パクッとビリビリしたところをボコンボコンやってやろう。マヌマッチなんで一応ホットドリンクは持ってきたから、あとはピッケルか、ピッケルもあるから大丈夫だろう。今回ね、ちょっと見ての通りね、このチャージアックス、こちらをね、持ってきております。チャージアックスはね、ミモネコさんが使っているのを見てね、結構楽しそうやったんで、使ったら、これめっちゃ、めっちゃおる、すぐそこにおる、これ、刀、これ倒せんかもしれん、やばい、これ怖い、やばい、やばい、大丈夫か、ちょっと待って、こういう感じ、オッケー、そう、お前はエアリアルだから大丈夫だろ。ちょっと待って、早くも3つ、全然当たらん、ペイントボールが。ちょっととりあえずこれ当ててくれ。ペイントボール無駄に3つも無駄にしたんやけど。ちょっと待って、これおお、おいっと、硬い、尻尾は硬い。待って、どこが攻撃が当たるか、これ戦いに行く。よいしょ、なんか飛ばしてきた。待って、これ剣に戻すのどうやったっけ。剣に戻せん。ちょ、見えん、戦いづらこれ。こんな戦いづらい敵がいるのか。こいつはもっとなんかエアリアル向けな感じの敵になってるんじゃないのかい。おい、これ乗ったぞ。これでぶっ倒していく。待って、これ乗りダウン早速取れるんじゃないのか。これそのままいける。おら、いった、いただきましたよっと。どこ倒、いやー、よいしょ、もう一回よ、おいよ、えい、おいよ、つつ、おいっと、ああ、ちょっと待って、これ、とりあえず戻したい。これどうやったっけ？戻し攻撃があったよな。ああ、オッケー。どうなった、何がどうなった。怖いこいつマジで。あ、なんか飛ばしてきゅうや、すっごい飛ばしてきゅう。ちょっと待ちいいな。あ、潜りも来るね。一回こっち来るやつやねんが、なんとかいいタイミングで回復をしたい。オッケー。一回刀剣を入れておいて、なんかあれがいまいち、なんか何が起きてるかわからない、近すぎて。これ今までのモンスターの中で今の戦った流れは最大級じゃないか、こいつは。どうしたらいいんだろう。よっ、
様を狙い撃ちした。非常に戦いにくい相手だな。あれこのモンスターもあれやね、なんか飛ばしてくるけど全然飛ばんな、あの尻尾のやつ。ハンターは勝たないしモンスターは飛ばん。うわちょっと勘弁してくれい。俺倒せんのかこれ。よっおいっといよ、一回入れておいて。あれなんか僕あっち一体何ひるんでいるんだ。力がなんか死ぬか。うちの有能なんか有能にゃんこ有能にゃんこマップ移動してうちに携帯食料も買っておいて、動物の中には入らんのかなこいつ。なんかサードにもこんな蛇みたいなやつおったよね、溶岩のところの別火山に。かろうじてよけた。おいおい、あったな。ぴょんぴょん。また乗った。乗りやすい。モンスターに乗るが発揮されてるから。もう乗りでは2回取れるやん、これ。このままいける、行ってしまえ。よっしゃ、ナイス。これを、うよーい。よし。もういざとなったら、サブターゲットで帰ろう。もうこれ無理だって思った時は、一回ちょっと、はい。ちょっと待って、瓶入れたと思ったのに、瓶入らなかった。いいよ。待って、こういうことがいい。でも動揺しがなんかうまく入らんな。はい、これ入れてチャージしてからよって。もうモンスターがでかすぎてわからん。おい、とりあえず飛んでたらいい。とりあえず飛んで攻撃しちゃったらなんかいい感あるよね。あれおおお、体力回復したい。今日はなんか茨城ちゃんがいい仕事してくれんな。あれな、顔がどっか壊れてるのかな。器具があるように見えるのは気のせいか。ほいっ、はいよ。尻尾が痛いな。飛ばして、あーどうなってる。よーいしょ、いいタイミングで飛びたい。いいタイミングで、なんかマジでこいつあれやな、なんかでかい割には飛んだらこっちのもんみたいなところがある感あるぞ。攻撃ができんでも、あれこいつが、越えたらあの尻尾が割れる。よし、待って。ちょ
チャージ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 って入れてるけど、これちょっとゲージが満タンだよーのことかな。オッケーオッケー、こっち来る、向こう行った。そろそろペイントボールをうまく出て更新と、まあ、中の周りで。待て、こっちの間にか、体力がめっちゃ減っとる。やばい、上がった、危ない、一瞬死が見えた。気に隠れて、一人飲んどこう。あ、間違った、あ、よくしよう。待て、すっごい逃げねえ。戦いにくいね、やっぱり。ガランカ、どうぞ。のた打ち回っているのか、あれは。あ、ダウン、あれダウンしちゃん。あー、くそ、あれ、先取りだばっかりやぞ、お前。あら、待て、あー、くそ、これ先に取れてた方がマシやな。やつがバテているうちに、あー、助けてー、顔は壊れているようだ。猫をいじめるな。いいかい。激闘やな、激闘。あ、そういう攻撃もするんや。体がでかいから立ちたくないんですよ、本当に。あー、なんか刺さってた。ボコンする、そうか、あ、そういうのか。そろそろおネムの時間なのかな。さあ、エネルギーブレイドをバッシリぶち当ててやろう。寝てるぞ。待て、これこのまま。おはようございます。キーチューかどうかわからん。見えんぞ、自分自キャラが見えん。完全に見つった。大丈夫です。危なかった。危機的状況だぜ。それはやつも同じことを、ヒリヒリするような戦い、とっくと味わおう。待て、どうしよう。あら、これ多分この状態で2個コインやな。ここ温存しておいて、
りを頭にぶち叩き、ぶち込めていく。なかなか頭が降りてこんから攻撃当たらんな。できるやん、一人でできるもん。オッケー、やったぞ。嬉しい、これは嬉しい。マジ嬉しいわ。てかモンスターハンターモンスターハンターやもう。いや嬉しい、これテンション上がるな。これちょっとこれかなり激闘やったな、強かったぞ。回復薬もだってもうグレート2個と1個やもん、ね、はい、ということでね、今回は一人でねガララアジャラの方をやってみました。あーでもせっかくあれなんで、ちょっと装備見てみよう。装備、いやガララアジャラ強かったな。でかすぎやろあいつ、あんなでかいもんなんか。おーガララヘルム、おなんかいいね、いい感じじゃん。何がつくのかな。スキルは、聴覚保護、捕獲の見極めがつくのかな。聴覚保護いいですね。ヤンガルロがやっつけるにはこいつを持ってこいやな。高級耳栓発を貼ったいところやな。いいんじゃないのか。あ、ちょっと待って、こうか。これ縦回転できるのかな、縦回転。たくましい足、太ももやな。あ、なんか、サンバで戻りそうな感じだな。ガララ、あ、欲しいよ、問題は。またパンツ出てるよ。隠す気ないやん、これも。この角度やばいね。もろ見えやん。あれと、捕獲、あ、なるほど。聴覚保護1なんか。聴覚保護のお守り出たら、ですね、これ完全にパンツ出るやつやろ、これ全部装備だとしても。溶岩銃のウロコ、溶岩銃は、ま、溶岩出てないからね、まだ。これ作れんや。はい、ということで、ガララアジャラやってみました。次回はまたね、何しようかな、まあ、イアンガルルガとかやりたいな、イアンガルルガ、ナルガ、まあ、そのあたりやってみたいと思いますので、またよろしくお願いします。それでは。グダグダ実況ご視聴ありがとうございました。これからもグダグダやっていきますので、チャンネル登録お願いします。ろくにつぶやかないツイッターもよろしかったらフォローお願いします。それでは、エンジョイゲームズ。まったねー。